もこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうぜ。はい、この動画はジャンプワンピース1120話、来週のジャンプの1ページ目の、ちょい見せの内容がありますので、まだ読まれてない方はお気をつけください。はい、皆さん2週間ぶりちょい見せ見ましたか？いや、前回ね、まあ、エメとの話が出て、まあ、ロボの話ですよ。で、ガーン出てきたから、そっから続くかと思ったら、また別でしたね。バンクハザードからと。ちょっとどうなっていくのか気になりますけれども。今週もですね、1ページ目ちょい見せのね、感想を取っていければと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは行きましょう。お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録まだの方はよかったらお願いします。毎週ワンピースちょい見せのね、感想動画も上げてます。一緒に楽しんでいきましょう。はい、そうしましたらまず最初に初見のリアクション撮りましたのでご覧ください。1ページだけなのでね、ちょっと短いんですけれども、よかったらぜひ。ここからネタバレがありますのでお気をつけください。ではちょい見せのリアクションです、どうぞ。はい、行きましょう。ちょい見せ来ました、ちょい見せ来ました。救済明け、救済明け。はいはいはい。26年前パンカーザード、パンカーザードから始まって、頼む、ベガパン、空白なくない？一緒に研究してくれ？この世界に放置するには深すぎる闇がある。あ、クローバー博士。クローバー博士来てたの？なぜ生かされてるかわかるだろう。仲間たちを根絶やしにするため泳がされてんだ。うわ、ベガパンクと会ってたんだ。なんかいない？これ。待って、なんか頭あるよね、これ。あ、やっぱ、あの骨か。すごい。うわ、まあ、こう、ウェード、こっから始まんの。すげえ。はい、ぜひぜひ皆さんコメント残してってください。いつもありがとうございます。楽しませてもらってます。今日もよろしく。ほんじゃ、行きましょい。さあ、まず最初にですけれども、前回のおさらいですね。ちょっと2週間空いてるので、一旦話せればと思います。前回1119話、エメとタイトルで、鉄の巨人のね、名前らしきものが明かされましたけれども。まず、トベライですね。ヤマトの小稲荷大さん。ヤマトがね、ワノ国を漫遊するよっていう時に、なんと、キビで子供たちに石を投げられてますと。次回ね、1120話の時はどうなってくるかですよね。ワノ国のね、この、ずっとカイドウとオロチが支配してたね、この体制によってね、そういった支配にね、よってこう、嫌な思いしてきたね、子供たちですから。まあ、同じね、角があるヤマトを見て、これはこうなってしまったってことですからね。ヤマトがそれを解決していくのかどうかですよね。はい、本編です。ヒトゥーシー核。この二人もね、どうなるのか、生き延びれるのか。フトゥーシーがね、まあ、核に対して、まあ、友達だと思ってるという感じのね、話をエジソンとしていて、で、それに対して、核が友達だと笑わせるなと、まあ、突っぱねた感じですよ。ただね、フトゥーシーは核を自由にさせてますから、まあ、この後核がどう動いてくるのか。その核がね、まあ、次に取る行動もわかると言っていたので、まあ、核がね、この後どう動いてくるのかってとこも気になりますよ。今週描かれるのかどうかですね。ただ、核もね、フトゥーシーのことをちゃんと多分友達だと思ってるじゃん。情が湧いてるじゃん、絶対。なので、この CP0 の3人ですね。ルッチ、核、フトゥーシー。この3人がどう動いてくるかですね。それも注目ですよ。で、本編では、ルフィとね、ニカになった。ボニーと、この二人と、まあ、五老星が戦っていて、いつまでをね、ルフィに攻撃することによって、サンジ、フランキー、ボニーが、イフリとジャンブ、ヘル、ストロングインパクト、じゃあ特大ニカの、メモリーズライトパンチ、ドーンと。で、ルフィがそれを使って、ゴムゴムのドーンバルーンで、いつまでをね、吹き飛ばしました。まあ、飛行能力あるんで、まあ、厄介でしたから、遠くに吹き飛ばせば、不死身だろうと、問題ないだろうと、いうね、作戦で攻撃をしましたが、召喚があるんですよね。どうなんだろうな、そこ。もう召喚せずしばらく帰ってこないのか。召喚は例えばね、一回やったらしばらくできないのかとか。ねえ、あの魔法陣でね、戻ってくる可能性もありますからね。せっかく遠くにやってね、ルフィダメージ受けたにもね、関わらず。戻ってこられたら、これやだもんな。そのあたり気になります。ね、そしてアトラスですよ。アトラスが島に戻るって判断を下しましたね。ヨークがアトラスとリリスをまあ監視してると。リリス、俺たちはってね、なんだかリリスと連絡を取ってるようなコマもね、描かれて。この後どうなるかですよね。ただ、まあ、島の中はゴロ星いますから、まあ、サタン星がね、今、現状フリーな感じですからね、描かれてないから。いや、サタン星いるんじゃないかなと思いますけどね。戻んないでようよ、アトラスさん。アトラスちゃん一緒に乗っててよ。心配ですね。で、そんな中、なんと、鉄の巨人動き出しまして、ベガパンクの放送が、また再開されるという展開でしたね。配信電電虫が目を覚まして、ベガパンクの放送続きました。など、何も、などないからじゃ。その脈々と受け継がれる、意志と言える。ザザ。その理由に翻弄された者に、必ずや、この声が届くことを祈っている。続いてましたね。この内容が明かされるのかどうかだよな。
実際ね、これ配信は再開したんですけれども、結局詳しい内容は分かんなかったですよね。なんだか途切れ途切れでしたし、意味がつながりそうでつながらないっていう。まだこの後続くかもしれませんしね、最新話でね。でなんだかね、意味深にガイモンとかもね描かれてね、ガイモンは一切聞いてないんだよね、この放送をね。でヨークがね、まあ気づいて、配信電電虫のメモリと電波は別回路だよと。まあ、ちょっとこのあたり詳しくはね、わからないんですけれども、少なくとも、あの鉄の巨人をもう直接ぶっ壊さなきゃダメだと。そういった指示をね、五郎星に向かってしてるので、まあ、放棄は相変わらず向かってくるんじゃないかなって感じですよね。で、そんな中サンドワームが吸い込んでいたサイバーポルトスタジオを吐き出してね、セラフィムも吐き出して、その分また吸い込んで、巨人族の船、グレートエリク号をね、島に引き風によって戻そうとしてるところ、ルフィがガーン、ニャローと殴りました。で、そこにフリーになった放棄が、ウォーキュリー星、イノシシですよ。船に飛びかかろうとしたところ、まあ、ボニーちゃんが疲れちゃって、もう動けなくなっている。誰がどうするんだ、どう対応するんだっていうところで、エメトさんがこう、ジョイボーイ、いいか、エメト。いざって時だ。いざって時？なんだこいつは、ロボーで終わっておりました。いや、気になりますね。このロボがどうなってくるかだよな。エメトの謎が明らかになるかどうかですよね。やっぱり気になるのが。で、ここでまさかの回想が、1120話。1ページ目から始まっていくと。いや、これがだからちょっとね、意外でしたよね。いきなり回想から入るっていう。まず1ページ目、なんと26年前のパンクハザードだと。26年前なので、まあ、小原が滅んだのが22年前か。てか、小原が、バスターコールにやられちゃう、まあ、4年ほど前ですかね。なんと、パンクハザードから始まりまして、まあ、聞いてた通り、パンクハザードやっぱ緑にね、溢れてますよね。今はもういろいろあって、燃える島と氷の島っていう状況になってましたけど、あれは赤犬とクザンの、まあ、決闘によるものでしたよね。で、それより前は、ま、毒ガス事故があって、まあ、それはシーザーがね、引き起こした事故ですけど、まあ、毒ガスが充満してたよと。で、それ以前は緑が溢れてたと言われてたんですよね。なので、まあ、それ通り、言われてた通り、まあ、緑にね、溢れてる感じで、で、あと、当時からあったあの看板ですね、デンジャーって書かれてた、海軍のマーク、世界政府のマーク、で、謎のなんか古代巨人族のようなマークですよね、キープアウトと書かれていて、あのマークがね、もうその時から貼られてたということが明らかになりましたね。で、ドラゴンいますね、もうこの時からね、ドラゴンがいるんですよ。ベガバンクのね、横にドラゴンがいて、で、一応ドラゴンのあのルフィたちが倒したでっかいやつはドラゴン13号と言われていて、で、それより小型のやつが後で開発されたって言われてましたよね、確か。で、それも小型の方が一緒にいるんですよね。で、なんかこれ多分2匹ぐらいいるよな、これ。なのでもうこの時は普通にドラゴンがなんか放し飼いされてたんですかね。で、ベガバンクがあたかも普通にいるから、ベガバンクのペットみたいな立ち位置なんですかね、ドラゴンね。で、何匹かいるんだろうな、多分。ドラゴン13号って時点で、まあ、13匹少なくともいたわけですからね、当時。で、それより後に開発されているこの小型のもいるわけですから、まあ、10何匹は少なくともこの時点でもういた感じしそうですよね。まあ、ルフィたちが行った時は2匹でしたけどね。ドラゴン13号とあと小型のやつ。で、なんとなんと、クローバー博士。直接話してたんですね。まあ、ベガパンクが、まあ、クローバー博士と、まあ、面識があるという形で、ちょっと前のね、過去編で描かれてたじゃないですか。小原にね、まあ、花を手向けに行ったと。小原の事件があってすぐの時ね。で、その時にドラゴンと話していて、まあ、クローバー博士と面識があったと話してましたよね。だから、まあ、この時少なくとも面識があったわけですよね。まあ、これより前にもね、何度か会ってるかもしれませんけど、クローバー博士が一緒に研究してくれとお願いしてたんですね。いや、これは意外でしたね。なんか別軸でね、完全に話が進んでて、まあ、一応知り合いではあるけど、みたいなね、雰囲気ではあったけど、クローバー博士がむしろ言ってたんだ。でもまず行くのがすごいっすよね。一応ウエストブルー、オハラと新世界は同じ方向の海にありますから、レッドラインは越えなくてはいいわけですよ。ただ少なくともカウンベルト越えないとここには来れないからね。特殊な船を使ってきたのか。クローバー博士もなかなかの航海術ありますよね。グランドライン入れちゃってるからな。なんなら新世界入れてるからね。空白の100年を一緒に研究してくれと。で、研究するにつれ多分野の知識も必要になると。考古学だけじゃなくて、いろんなね、知識がないとたどり着けない謎もあるよと。まあ確かにまあありそうですもんね、そういうこともね。で、あんた何度捕まったと。もうこの時点で何度も捕まってたみたいですね。まあそうだよな、確かにもう、この4年後が小原ですから。で、それまでに確かに冒険家としてね、最初は活動してたんだけど、結果何回も捕まってるよと。で、政府にわざと生かされてたんですね。いや、政府も嫌だね、本当に。結果、小原の事件を引き起こすために、もういっぱいいっぱいこの証拠を集めてたってことですね。わざと泳がせて、わざと泳がせることによって尻尾を掴もうとしていたってことですよね。だから、小原はもう、見せしめにしようとして、されたわけですよね。ひでえ話だな。で、ベガパンク止めてたんですね。いや、止めてたんだ。見ての通り、俺はもう政府の研究者。何のデータも渡せないと。手を引け。闇とは何だ。過去の善悪など測れやしないと。
なるほど。だからクローバー博士的にはもう政府が闇って感じに捉えて動いてそうですよね、この時点で。ただベガパンクはもう過去はもう善悪など分かんないと、どっちが善悪か分かんないよとベガパンクは言ってたわけですね。ただベガパンクはそのスタンス崩してないですもんね、結果的にね。ただこの後結局受け継いでるわけだからね、ベガパンクもね。だからこの後この確変が続くのかな、ちょろっと続きそうですよね。まあ、ベガパンクがクローバーとどういった経緯で絡みがあってとか、その辺が描かれていきそうですよね、この続きでね。で、時系列的に言うとこの4年後にオハラの事件が起こって、でそこにベガパンクは花を手向けに行って、でそこで巨人族のね人たちを見て、でその後エルバフに行って、エルバフで最終的にクローバーとかオハラが研究していたものを受け継いだわけですよね。最初は反対してたのにね、さすがにやっぱオハラが消えてっていうところがきっかけで、まあ、受け継いだんでしょう。あとプラスでね、あの古代のエネルギーを追い求めていくと結局そっちのね空白の100年に行き着いてしまう、そのね歴史の闇にね、まあ、近づいてってしまうって話はしてましたもんね。ああ繋がってきましたね、いろいろとね、年表的にもね。で今回これビビったのがこの巨人の頭よ、古代巨人族っぽい人の頭見えてますね、パンクハザードのこの門から。この門自体はね、あのルフィたちが入ってあのゾロがねぶった切ったもんですけどこれ古代巨人族生きてたんだこの時ね。というのもあと66巻ですよ、あのパンクハザード初めて入った時にこのねめちゃめちゃでかいドラゴン13号と出会う前に、うわ巨人、いや巨人よりでけえぞっていうむちゃくちゃでかい巨人の骨を実は見てるんですよね。しかも角があるっぽい、多分古代巨人族の骨っぽい頭蓋骨をこの時見てたんですよ、ルフィたちは。でこれが後々この98巻でナンバーズ出てきたじゃないですか、カイドウのとこにいた古代巨人族の失敗作ですよ。でこれっていうのがビッグマム言ってましたね、あれかい、カイドウがパンクハザードから買い取ったという古代巨人族の失敗作、いいねとビッグマムが、まあ、ナンバーズに対して言ってるんですよ。でナンバーズね、まあ10体ぐらいいましたけど、そいつらみんなパンクハザードから買い取ったんだと。でパンクハザードっていうのは、まあ、そもそもね世界政府が数百年にわたって人体の巨大化、ローがねパンクハザード編で言ってましたもんね、人の巨大化を、まあ、政府が何百年もやってたと。なので、まあ、何百年も何百年もこの世界政府が人をでかくしようとしてた研究がパンクハザードでおそらく行われてたんだろうなっていうのがねここであったわけじゃないですか。でこの時の巨人は生きてると、つまりおそらくこれがナンバーズのうちの一人っぽいですよね。うわ繋がるね、いろいろとこの巨人が生きてたんだっていう。まあもちろんね、この今回描かれてるシルエットのやつがもしかしたらナンバーズで、それがカイドのとこ行ってるかもしんないけど、もしかしたらこのキャラが亡くなって骨として存在していたのがあの66巻のコマかもしれないですよね。おもろいね、パンクハザードの謎がまだこう生きてくるってやっぱすごいっすよね最新話の方でね。はい、そんな感じですかね。ちょっと次回以降ね、この続き。まあ、多分この回想が始まっていくのかな。ってなると、要は、エメトがドカーンってやってるところから、ここの回想なんで、もしかするとその、エメト関連の可能性は全然ありますよね。エメトも、要は900年前のね、まあ、ロボで、で、ベガパンクが結局そのロボをね、破棄せず、取っといてるわけで、で、その先代のね、科学者たちも、政府にバレないように取っといたわけですよね。で、あいつも確かに古代巨人族みたいな角ありましたもんね、エメトもね。だから確かに古代巨人族と、あの、エメト、鉄の巨大ロボの関係も気になるところですから、そこに繋がっていく感じなのかな。だからここのね、パンカザードのその、巨人の研究してた場所の話から入ってんのかな。ちょっと気になりますね、続きね。楽しみに待ちましょう。はい、今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。来週も楽しんでいきましょう。次も見てね、明日も楽しもう、またね。続き気になる。だからお願いお願いします、チャンネル登録。